焼肉。焼肉とは、牛、豚などの肉を焼いたもの。また、肉や内臓にタレをつけ、直火で焼きながら食べる料理である。日本語の、焼肉という言葉は、大きく二つの意味を持ち、肉を焼いた、料理全般を指す場合と、肉や内臓にタレをつけ、直火で焼きながら食べる、特定の東洋料理を指す場合がある。焼いた、肉料理を刺す。 焼肉という語の使用はより古く、例えば、神奈川記文の西洋料理通、1872年、明治5年には、バーベキューの訳語として使用されている。同年出版の西洋料理指南においても、重肉を焼いた料理の意味で使用されている。また、超各中の、剣という男、1933年、昭和8年という小説では、 朝鮮料理の焼肉が登場している。近年では、水木しげるの漫画、墓場の大仁太郎に鳥の丸焼きを指して、焼肉と呼ぶセリフがある。一方、校舎の東洋料理を指す、焼肉は現在広く使用されており、調理器具として主に鉄板や焼き網を用いたものを言う。一般的に焼肉店と称するレストランは、この料理を提供している。 この場合、串焼きや豆飯などを用いた調理法とは区別して故障する。総務省統計では、焼肉店を東洋料理のものと限定しており、西洋料理、ステーキ店などは含まない。本校では、肉を焼いたもの全般、東洋料理の焼肉をそれぞれ解説する。肉を焼く料理のうち、鉄板で焼く料理については、鉄板焼き。 串刺しにし串焼きで提供するものについては、焼きを参照。単純に肉を焼くという形式であっても、味付けや調理方法の違いによって、世界で様々な料理が見られる。本校後半で解説する、東洋料理の焼肉のほか、ローストビーフやローストポーク、焼き鳥、ステーキ、ジンギスカン鍋、バーベキューなどが挙げられる。 日本においても古くから獣肉食の歴史がある。日本の獣肉食の歴史。一方で食肉の土地区方法や流通形態、下処理や調味、調理方法、使用する民具などによりそれぞれの文化や風俗の差異は確認切ることはあるが、これらについても文献から明確な起源が判明していることは多くない。最も一般的な説では、 江戸時代のモモンジやなどでひっそり続いていた食肉文化があり、これは、イノシシやか犬、牛、馬など、各地方や食文化により、多種多様な要態を持っていた。彦根藩では、第三代藩主、イーナの頃、藩、本丸、平本願と称して、全国で唯一牛肉の味噌漬けが作られており、需要をつける薬として全国に出回り、幕末まで、 幕府や他藩から要求が絶えなかったという。これは、大海牛が名産となる走りとなった。大海牛は、開口期には、東海道を徒歩で、後期船を使用し、東京、横浜まで出荷されるようになる。焼肉の風習は、明治以前から、すでに存在しており、例えば幕末開口期の横浜では牛肉を串に、 刺して焼いたものを売り歩る客に食わせる料理がすでにあったとされる。幕末の開国期には日本各地の開港場で日本国外の人向けとして食肉処理、土地区業が始められ、当初は英国人、米国人、新国人などが経営を行った。例えば神戸では英国人キルビーにより最初の土地区場が設けられて以降、 9名の外国人により7カ所の土地区場が設置された。彼らの土地区方法は神戸肉仕立てと言い,い、後の神戸肉ブランドを支える土地区方法に大きな影響を与えたと言われる。本郷工事によれば、神戸における土地区業は当初から外国人が大きく関与しており、近世紀の伝統的な生牛の土地区技術との連続性は相対的に希薄であるとする。 日本人の土地区は、神戸の場合、宇治の村風呂が谷のエタが動員されたという記録がある。これは、市牛場があって処理令や解放令以前の段階において、生牛の土地区もエタの役分としての延長に解釈されたと推測させるものである。1870年、明治3年には、食肉需要が拡大する中で商社の宇治屋組は土地区場を経営するに至ったとされる。 買いかきの牛肉食は学生や一部の都市民が興味本位で口にするようなメニューであり農村部や庶民にとっては危機感を伴うものであった。これら一般大衆に牛肉食を普及させたのは何事にも西欧式を採用した軍隊であり徴兵制度であった。日清日露戦争期を通じて牛肉の消費は急激に拡大し8歳頃まで成長した。 農耕牛を肥育に回し食肉用途として出荷する形態が定着した。神戸の場合では被差別ブラック民とされた食肉加工事業者は明治期にはすでに裕福で蔵や処理施設などを構える屋敷町を形成しており、周辺には公安労働者らの貧民街が形成されており、その一部が食肉処理事業に従事していたという内臓など、いわゆるホルモンは 枝肉、生肉とは異なり鮮度の劣化が激しく2.3日も、例えば腐敗が進み悪臭で食べられたものではなく、冷凍流通の存在しない当時としては肥料にでも、するしか、利用価値のないものであったが、当日落としたような内臓部位については、食肉加工場の周辺で売られ食材用として流通していた。生肉と内臓部位の流通経路は、当初から明確に異なっており、 江戸時代からの慣習で内臓などは土地作業者の取り分とされ、これらを港湾労働者らに販売した売却益は土地作業者の重要な副収入となっていた。朝鮮人労働者が土壌から牛や豚の内臓蔵を等を譲り受けて食べていたことが朝鮮料理の日本での普及と関連してしばしば語られ、東京においても品川の土壌と朝鮮人の焼肉料理との関連を 示唆する証言があり、シワうの朝鮮人集地を舞台とする村山智義の小説、あるコロニーの記録には豚のひずめを煮て塩で食べる朝鮮人の描写がある。東京においても朝鮮人と被差別ブラック民は近隣住民や同じ職場の労働者として、あるいは雇用者と非雇用者として関係を結んでいた。これらのエピソードは、 土地区業者と労働者である在日朝鮮人及び被差別ブラック民との間に牛や豚の内臓食を通して経済関係が生まれそのことが日本の焼肉料理にしばしば内臓食が含まれていると影響を与えた可能性を証言するものであるただし筆者の戸野村大は日本の朝鮮料理や朝鮮式焼肉料理の起源はこれだけに求めるべきではないとコメントしている そして戦後の深刻な食糧難の際に在日朝鮮人が料理屋として内臓類を調理して販売したところ芝叩く間に好評を終え安価な食材で店を繁盛させることができることに気づいた在日朝鮮人により朝鮮料理として全国的に店舗を拡大させたしかし後に朝鮮戦争が勃発し在日朝鮮人の中で韓国を支持し 韓国料理と名を変える者と北朝鮮を支持し、朝鮮料理を主張する者の,の2杯に分かれたが、主な客である日本人には理解されず、日本人にも理解しやすい様、肉を焼くという意味で焼肉に統一され、これが戦後の日本で一般的に知られる焼肉のルーツと言われている。牛肉消費形態については、1960年代半ばから、 伝統的な形態以外の調理法による各種の牛肉料理が急速に広まり、その主要なものは濃いタレをつけて焼く焼肉、ハンバーグなど各種ひき肉料理、カレーシチューなど煮込み料理であり、その背景には1960年代以降のグラスフェッド、草巻ひいくビーフの輸入の増加や乳幼種巨生牛の弱霊ひいくの本格化などよる肉質多様化を伴った。 牛肉消費の増大があった。日本の牛肉輸入自由化は1991年、平成3年4月である。李氏朝鮮の時代に、すでに宮廷料理として、生肉、枝肉を用いた焼肉料理が存在したが、これは庶民の口に届くようなものではなかった。李朝時代の焼肉は、暖炉会と呼ばれ、ソウル周辺の風習として記録されており、高級貴族が、 初頭の世知恵に屋外で楽しんでいたものである。李朝末期の風土記であるコースズボの東国祭事記にはレシピが記述されており、全処理としてタレに漬け込んだ肉を鉄鍋で野菜などと焼くもので、今日のプルコギ内脂はすき焼きに近い料理であった。肉の過処理など調味方法は独自のもので、内臓、ホルモンは用いなかった。日本で見られる 韓国風焼肉店の品揃えのうち、韓国、朝鮮式のものの一部はこの宮廷料理の調理方法を応用したものであり、全処理としてタレを揉み込み、あるいは漬け込む、この調理方法が次第に一般の焼肉店にも広がり採用されたものと考えられている。一方で焼き上がりをタレに漬け、食べさせるスタイルは、大阪市の食堂園が始めたものとされ、 韓国ではこの食べ方は一般的ではない。現在、朝鮮語において焼肉を意味する語は、コギグい、肉焼きであるが、これは肉を焼いて調理する韓国料理の総称となっている。コギグいの具体的なメニューとしては、プルコギ、カニク、カルビグい、カルビ焼き、サムギョプサル、サン、サンマイ肉等がある。プルコギは日本のすき焼きに近い料理である。 カルビグイアサムギョプサルは、口述する日本の焼肉、東洋料理に近い料理であるが、それ、単体を供する外食店は一般でなく、韓国ではメニュー名の一つとなっている。また、韓国では、ホルモンをメニューとして提供する焼肉店は一般的でない。韓国における牛肉消費量は1980年代まで少なかったが、1988年の ソウルオリンピック開催に伴って経済が発展したことで大きく増加した。韓国の牛肉輸入自由化は2001年である。本節では日本の焼肉店と称する店舗において提供されるような肉を焼き網などで炙って食べる料理について解説する。一般的には焼いた肉をタレ、醤油を基本に酒、砂糖、ニンニク、ごまなどを調合して作った。 配合調味料や、塩、胡椒もしくはレモン汁などにつけて食する。同時に、野菜も調理する場合もあるが、それらを含めて、焼肉と呼ぶ。材料には、牛肉がよく用いられるが、焼肉店では、豚肉、鶏肉などの牛肉、ウインナーやソーセージ、魚介、野菜、杏仁豆腐や、フルーツカットなどのデザートも提供されている。また、キムチやクッパ、 ビビンバ、朝鮮式冷麺など朝鮮の食文化を象徴するサイドメニューも豊富に提供されている。肉を焼く方法には、直火焼き、網焼き、串焼き等と鉄板焼きがある。直火焼きは焼くときに油が滴り落ち表面がカリッと仕上がるので比較的さっぱりとした味となる。また、 火で直接炙るので焦げ目がつきやすく、落ちた油による煙で多少いぶされるので香ばしい風味となる。一方、鉄板焼きは油が落ちにくく、直火で炙られることがないため水分が飛ぶことが少なく、比較的しっとりとして、コクのある食感となる。調理師により調理されたものをとも、サービスされるものや、ガスや電熱台などを使用するものよりも、 七輪やグリルに木炭を使用し直火炙りで各自が焼くものの方がやしめいて好まれることがある。佐々木道夫は明治以前から日本人は山間部を中心に鳥やイノシシなどの肉を直火で焼いて食べていたこと、戦前から牛や豚の内臓を使ったもつ煮込みや串に刺して焼いて食べるもつ焼きがあった子を指摘している。一方で現代の日本における 焼肉料理、焼肉料理店は、朝鮮と密接に関連していると述べている。1930年代中頃、朝鮮南部から大阪のイカヤに移住した、朝鮮人によって、カルビキとプルコギが伝わり、これらが、当時、すでに存在していた朝鮮食堂に取り込まれて、焼肉食堂に変容する。そして、プルコギとカルビ焼きは当時流行していた、ジンギスカンの影響により、 客自ら焼いて食べる形式を得る。佐々木によればこれが焼肉の誕生であり、この焼肉を在日韓国、朝鮮人らが日本の料理文化に適応させながら発展させたという。また佐々木は焼肉の誕生に直接関与したのは朝鮮人で満州や朝鮮に広めたのも朝鮮人であり、従って、 焼肉は日本で誕生したというよりは、日本の大陸進出時に、大阪、以下屋に移り住んだ先人が生み出したとする方が、実態を表していると述べている。佐々木によれば、現代日本の焼肉料理、焼肉店の生肉の焼肉も内臓の焼肉も発祥は、朝鮮半島にあり、1940年前頃に、日本に伝えられ戦争中に一時的に途絶えるが、 戦後、生肉の焼肉は、朝鮮料理店で、内臓の焼肉は、朝鮮系の飯屋や飲み屋によって再開された。その後両者が、互いの焼肉を取り入れることで、今日における、焼肉店の原型ができ、焼肉が流星を迎えると、朝鮮系の冷麺店、飯屋、飲み屋も焼肉店に商売返したという。その他、別冊バブカ2006年。 平成18年7月号33ページでは、焼肉の起源は日本であるが、日本発祥といえども始めたのは朝鮮人であるという説が掲載された。戦前に捨てるか肥料にするかしていた増物肉を朝鮮人女工がもらってきて焼いて食べたのが、ホルモン焼きの始まりであり、ホルモンを焼いて食べる習慣は朝鮮にはなく、ホルモン焼きは日本で始まった。そして戦後、 ホルモン焼きの屋台がホルモン屋や朝鮮料理屋という名称になっていく中、新宿にミノや千枚といったホルモンだけでなくロースやカルなどの生肉を用いる店ができる。この在日朝鮮人女性が経営する赤月館が焼肉の祖であるとするのが同志の主張である。また同志は焼肉と呼称するようになったのは1965年、昭和40年に、 日韓基本条約が結ばれて以降、韓国籍を取得する者が増え、在日朝鮮人の主張した朝鮮料理屋と、在日韓国人の主張した韓料理屋との故障論争を収集する案として、プルコギを直訳した焼肉が用いられることとなったのだとの説を主張している。ちなみに、ホルモン料理は、大阪西新西橋の北極星北橋茂雄により提供され、 昭和15年に商標登録されている。また、明治時代における朝鮮料理店は、東京などに高級店として数店が営業している程度であり、提供する料理は、判定食、韓国料理の項目を参照などの、正当派及定料理であり、現代の、いわゆる焼肉料理店のようなものではなかった。焼肉店は、すでに1960年代に大都市圏に、 存在していたが、1970年、昭和45年以降は、次第に日本各地へ広まるようになった。1968年、昭和43年には、エバラ焼肉のタレが発売された。2004年、平成16年の統計では2万997件で、ある。焼き網や焼肉専用プレートを使用するほか、鉄板、フライパンなどや、 ホットプレートを使用することもある。直火では焼き網を使うことが多く、他は鉄板、また石焼き式がある。焼き網の代わりに鉄板にスリットが入った鋳物のロストル、加工紙を使用することもあり、これはこびりつきが比較的少ないが、焼き網は焼きついたり、清掃の手間がかかるため、店舗においては使い捨ての場合もある。卸価格では網1枚10数円台である。 直火、特に炭火で焼くと肉の表面がカリッと焼けるが網や鉄板の下に水受けを設けたもので焼くこともありこれで野菜を焼くと直火と比べて水蒸気の作用で乾燥しにくくふっくらと焼ける焼肉店の多くで普及している無塩ロースターは日本企業である新法の開発特許である調理の熱源には電熱、ガス火、炭火、炭火式 セラミック端式、溶岩端式が使われる。店舗での炭火焼きでは、備長炭のような性質を示し比較的安価な、小型炭がよく使われている。小型炭は、形状から練炭と誤解される場合も多い。店舗により違いはあるが、日本の焼肉店と称する店舗において提供されるメニューを記載する。以下、ウィキペディア上に単独記事の存在するものを中心に紹介する。 かつては、朝鮮焼肉という呼び方があり、1967年、昭和42年1月風切りの東宝映画、社長戦和代では、冒頭で、秘書役の黒沢俊夫が勇み張り切って、大声で挨拶するシーンがあり、森重久屋から、息が匂うので、何を食べたのかと聞かれ、黒沢は、朝鮮焼肉を食べたという内容のセリフがある。また、 週刊平凡の1967年、昭和42年10月12日号104から105ページ、人気タレントの好きな食べ物嫌いな食べ物全調査なる。記事においては柳屋商船、大行、国子、西郷照彦の好きな食べ物として、朝鮮焼肉が挙げられている。終営者より発行されていた、 週刊明星1969年8月17日号153ページでは、スタミナには、朝鮮焼きが最高。時々みんなで食べに行くんだ。と当時ザ・スパイダースのメンバーであった、釜谷やつが語る記事がある。近代映画社発行の、近代映画1970年7月号の118から119ページには、君にそっと教えちゃおう。スターのたまり場。 好きな店なる記事があり、その中の焼肉でよいしょ。ランでは、尾畑みのるが共する、朝鮮風焼肉、六本木園は、西郷照彦が常連。また神宮前にある、朝鮮焼肉、八角亭は、三田明、水前寺清子、布施明などが常連。若い歌手や GS 連中には人気があるが、店が渡したガムを噛んでも消えない強烈なニンニクの匂いに、 大人からは敬遠されている以上のような記述がある。同志1970年10月号の95ページ、船木和夫スペシャルリポートでは、食べるものも必ずと言っていいほど同じもの。焼肉、朝鮮焼肉は、六本木にあるレストラン六本木食べるのは、ロースの焼肉とロースの生肉をそのまま食べ、あとは、ユッケ、朝鮮風、タルタルステーキでといった記述もある。 月間食堂柴田書店1976年2月号169ページのパパママ開業指南の第2回においては日本で戦後総称されている朝鮮料理はそのほとんどが朝鮮焼肉と言っても良いといた出だしで始まっている全国焼肉協会によって毎年8月29日が焼肉の日と制定され1993年 平成5年に一般社団法人日本記念日、評議会に公式認定された。2013年、平成5年。全国焼肉協会は8月29日に向けて、全国でボランティア活動や様々なイベントを開催している。2002年、平成14年、全国焼肉協会の企画により焼肉のキャンペーンソング、ゴーゴーカルビくん、作詞、作曲、 OKD、OK、歌太平サブローシスタがシングル CD で発売された。2003年平成15年2月時点で売上8000枚日本経済新聞2003年2月22日夕刊。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。